葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合、正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。おらっなんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい、とにかく風間のおやすさんのところへ。おやさんはこちらです。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場界の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。兄貴、こっちです。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が。おやさんはこちらです。兄貴、到着しました。
この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやす！か、風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？あ、なんやお前。道島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。Yeah!
となしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ、カズマ。弓を、百億を頼む。行け。Yeah.
覚しろや。
ここは通さへんで。ここがお前の墓場や。Hey!
Mm-hmm.